はい、どうも、ヒアレスです。どうも、カイノリスです。はい、今日なんですけども、はい、2月、前半戦ということで、まあ、2月の前半に欲しいスニーカーを、まあ、ちょっとご紹介して、はい、このチャンネルではですね、スニーカーや、ファッションに関する情報を動画でお伝えしているチャンネルになります。今回のように、月の初めには、はい、カレンダーの形式で、その月に発売されるカレンダー、はい、スニーカーを、紹介しております。まあ、見ていただいて、はい、まあ、1ヶ月のうちどれを狙っていくかというようなところの参考にしていただければなと思っております。はい、チャンネル登録の方がお済みでない方は、この機会にチャンネル登録のよろしくお願いいたします。で、ちょっと話変わっちゃうんですけど、いきなり。まあ、そうですね。はい。はい、さっきまでね、実はオンラインチャレンジしておりまして、はい、はい。何をしてたかというと、OAMC と、はい、フラグメントのコラボが、はい、実はなかなかね、サイト開いても繋がらないなという状態が。実はずっと更新し続けたんですけど。はい、今日はまあ、1月の30日。はい、5時からですね、はい、ずっとチャレンジしてたんですけど、まあ5時になってもなんかサーバーエラーばっかりで、そうですね、はい、で、6時ぐらいからなんかちょっと見え始めたみたいな、なんかあれでしたよね、ページは出てくるんですけど、はい、っていう感じなんですよね。で、8時ぐらいですかね、そうですね、はいはい、まともに商品触れるようなら8時ぐらいにやっと触れるようになって、はい、で、もうその時にははい、M65 の方も、はい、黒とカーキの方はもう完売、はい。で、なかったですね。なってたんで、バーガンで余ってたんですよ、ね。そうなんですよ。で、僕のサイズ、ネームサイズ残ってたんで、はい、カートに入れたんですよね。カートに入れたんで、行けという感じ、ガンガン行ってたんですけど、はい、まあ、それも何回もエラー出てね。はいはいはい、で、やっとクレジットカード入れてた、決済も通ったってなった時、またエラーってなってしまって、はい、で、オーダーが取られなかった、ね。取られなかった。で、その後、はい、なんかまた、チェックアウトの処理まで戻されてしまって、はい、またかってなったんですけど、はい、もうその時には、ページ、メインページ見てみると、はい、もうソールドアウトになってたんで、そこから先進んでも、はい、まあ、決済までいけないみたいな状態になっちゃってたんで、結局買えなかったんです。そうですね。はい、パーカーと T シャツはまだ在庫あるんですけど、あ、余ってますね、ちょっとね、値段がね、そうね、ジャケットの値段見た後にパーカーの値段見ると、ほぼあんま変わんないんですよね。そうか。っていう感じでしたね。っていうことで、ちょっと残念な結果に終わってしまいましたね、はい。はい。ちょっと盛り上がりましたね。ちょっと盛り上がりましたね。はい。はい、いきなりページが綺麗なんで、家族に。そうそうそう、まあまあ、そんな、盛り上がりのあった一時期です。そうですね。はい。まあ、早速なんですけど、では、はい、2月の1日からですね。あ、そうですね。はい、あ、まあ、一応、前半戦って言ってるんですけど、はい、区切りとしてはですね、はい、2月の1日から2月の13日までというふうに、ちょっと区切らせてもらってるんですけど、はい、それですね、15日前後にですね、はい、2月の NBA オールスターゲームが始まってまして、はい、その開催中に、かなりたくさんのスニーカーが出るので、とんでもない数のスニーカー出るんですよ、はい。それを今回入れるのはちょっとどうかなっていうふうに思ったので、はい、ちょっとまた特別編という形で、そうですね、また別で、はい、そのあたりのところはまた、はい、2月の上旬過ぎたぐらいに、はい、ちょっとやりたいなと思うので、そうですね、はい、はい。まあその頃にはですね、何ですかね、より詳しい情報が出てきているので、まあ日本ではどうなのかとか、まあ、そっちの方がいいんじゃないかっていう判断で、そうさせてもらいますので、はい。まあ日本のね、発売はまだ分かんないのも多いですし、そうですね。まあ、そのネタね、はい、まあ明確になってたらいいかなということで、はい。はい、とりあえずは、まあ今回は2月の1日から、はい、まあ、13日までのそうですね、ご紹介していきたいと思います。はい。はい、まず、1日なんですけども、はい、インフラレッドですね。はい。はい、まあこれも何回もここでは紹介してるんですけど、何回もしますね。はい。はい、これは紫スポーツさんの方で買えるんですね。みたいですね。はい。はい。っていうことなので、まあ、はい、店舗で買われるのか、ネットで買われるのかっていうところあるかと思うんですけども、ね、はい、まあ、持ってられてる方はね、チャレンジしていただけたらな。まあ、紫スポーツさんの方のインスタグラムの方でも確か上がってたんで、ホームページの方ですかね。あ、そうなんですね。2月の1日に売るっていうふうに書いてたんで、はい。はい。まあまあ、これはね、例の、エアマックス90のようね。そうですね。インフラレッドを、はい、落とし込むデザインっていうことでね。はい。まあ、30周年ということで、今年ね、エアマックスがいっぱい出るっていう話、エアマックス90が、たくさん出るという話をしたんですけど、はい、まあ、その形の、その色を、まあ、今回この SB に落とし込んでるっていう話なんですけど、うん、はい。はい。では、同じ。そうですね。はい。はい、2月1日、これちょっと私狙ってる。あ、そうなんですね。あるんですけども、これちょっとね、手に入るかな。レイガンですね。はい、エアジョーダン1ミッドのレイガン。そうですね。これをちょっとね、はい、まあ、色合いがね、ちょっとかっこいいな、ということで。はい、まあ、黒の締まったところに黄色とオレンジの、ね、赤なのかな、はい、まあ、入った形になっていて、これがちょっといいなと。はい、インソールの件で、引き体の。ああ、入れてましたね。ありましたよね。はい。コメントいただいてたんですけど、はい、サテンの、グレーでしたっけ、はい。でも正月に出ました。そちらの方も言ってましたよね。なってたって言ってましたよね。なってたって言ってましたよね。なんか、どう使い分けてんでしょうね。なんかあ、そうですね。はい、なんか SE がついてるやつは、そっちになってないかもしれないですね。どうかなと思うんだけど。
正月明けから冷やしてなかった、ブルーブラックであったりとか、ミッドの、はいはい、ノーブルレッドに関しては引き合いじゃなかったですよね。そうですよね。ジャンプがローでした、ね、そうですよ、ね。まあ、そのあたりの違いとかも、ね、なんか知りたいところですね。はい、でこちらのレイガンなんですけど、はい、店舗で買えるんですよ。あ、そうですね。はい。はい、ABC マートの、はい、グランドストアっていうんですかね、はいはいはい。まあ、そっちの方で買えるみたいですね。はいはい、はい、まあ、僕ちょっとこれ欲しいなと思ってるんで、ちょっと、いけそうな、行こうかな。ファゼタズムの時も、確か、売ってましたよね。あ、そうそう。はい、でも僕行った時も30足が。あ、サイズがまあ、なかったっていう感じなんですね。こちらの方なんですけども、はい、まあ私もし買えたら、こちらの方でまた商品紹介していきますので、はい、気になる方はチェックしてみてください。はい。はい、次、はい、飛んで7日からになるんですけども、ね、今月前半の大本命と。まあ僕はこれ狙いますね。はい、僕もこれは狙ってるんですけども、はい、まあダンクローのプラムと、はい、こにすごいね、前人気がすごい。そうですよね。はい、しかもネットでも偉い人気。おそらくスニーカーズで買えそうだなっていう感じで。あ、そうなんですね。はい、あ、まあ、それはそうですよね。スニーカーズと出てるんで、はい。で、ただなんか販売時間がどうなんだみたいな感じでいろんな予測が飛び交ってる。言ってましたね。ただですね、海外の方の、はい、このプラムの販売のことを見てますと、はい、AM10 時ってなってたんで。あ、通常なんですか、ね、こだわった時間ではないような気がしますね。あ、そうなんですか、ね、US のスニーカーズの方にそのうちアップロードされるだろうっていうリーク見たんで。あ、そうなんですか、ね。はい。まあ、そこがどういうな感じで出てくるかですね。もし普段通りであるならば、はい、朝の9時ですかね。あ、そうですね。はい。ちょっと画像見てもらいたいんですけど、はい、やっぱ色合いがね、いいですよね。いいですね。はい。全部なんかきつい色を使ってるわけでもないんですけど、うん、まあ絶妙な、なんていうんですかね、配色具合といいますか。そうですね。まあこれ一応ね、復刻ということなんですけど、うん、はい、これ欲しいですよね。はい。はい、まあ僕らもオンラインチャレンジはしますので、結果の方もこちらで、はい、ご報告していきますので、気になる方はチャンネル登録のよろしくお願いします。はい。はい、あと同じく、はい、2月の7日に出るものになるんですけども、はい、ストレンジラブということで、はい、ストレンジラブとナイキ SB ダンクローのコラボという商品ですね、はい、これまあ本当は1日にも出るんですけど、 そうですね、それはストレンジラブの公式サイトで出るっていう形になっていて、あ、はいはいはい、まあ、それ以外のところについては7日から、はい、あ、そうですね、ということで一応7日にさせていただいたっていうことですね。そうですね、はい、ただまあ日本での販売にもまだ分からないです。そうですね、分からない、まあ、情報出てきてないんで、はい、まあこれもすごい可愛いというか、かなり手が凝ってますよね。はい、で、まあ気になっている方も多いと思いますので、はい、まあ情報出てきたタイミングで、そうですね、こちらで国内の販売の情報とか、はい、出てきたらまた動画でお知らせしたいなと思います。はい、ちょっと画像見てもらいたいんですけど、はい、ピンク色のボックスの中にですね、ハートのマークが切り抜かれてるじゃないですか。はいはい、そのハートのマークの上部分の箱を取ってもらうと、うん、中に入っている、なんていうんですかね、その透けて見える箱があるんですけど、はい、その箱が全体にそのストレンジラブの作風のいわゆるその何て言うの、骸骨風であったりとか、はい、ちょっといかつめのアートワークじゃないですか、はい、それが全部見えるっていうふうになってみたいな。ああ、そうなんですか、はい、箱も楽しみって感じですね。そうですね、こちらの画像よく見てもらいたいんですけど、はい、シューレースの先に何ていうんですかね、プラスチックのようなこう、まあ、固定するやつで、はい、持ちやすいようにといいますか、はい、そこのところをよく見てもらうと、ストレンジラブって入ってるんですよ。ああ、細かい。めちゃくちゃ結構細かいですよね。はい。まあ、このね、細かいデザインも楽しみな。はい。多分これ、あれじゃないですかね。欲しい方結構多いんじゃないですかね。そうですね。はい。頑張って国内で販売してほしい。そうですね。はい。はい、それでは、はい、2月の8日なんですけども、はい、これももう大人気というか。これも僕も本命ですね。はい、本命というか、欲しいけど、はい、っていう感じですね。あ、そうですね。数が少なすぎて。そうですね。これ、買えるんかいな、という話ですよね。はい。ちなみにストック数いくらでしたか、まあ、2万3000足なんですよね。どうやって手に入れるんやって感じですね。そうなんですよね、はい。これちょっと特別な靴ですよね。トラビス・スコットでも5万6万あるのにね。そうですね。はい、2万3000足で。しかもその2万3000足のうち、はい、もう何足かは持ってる方いるっていうことは、はい、2万3000足から引かれてるっていうことですからね。そうですね。出回ってる。はい、これはなんかシリアル番号付きの巾着袋みたいなの作るんでしたっけ、はい、そちらの方を見てもらうと自分が今何番目かっていうのが分かるっていう感じなんですけどまあなんか特別な一足って感じになりそうですね。そうですね、それ番号ね、割り振られると。ちょっとこの写真見てもらいたいんですけど、この靴すごいなんかいい角度で、まあ、おそらくちょっと磨いて光って見えるようにしてると思うんですけど、うん、この画像を見た時にですね、このバッシーレッドの靴を僕はアメリカのウォールデンのプレントゥーブーツってあるんですけど、うん、それにすごいなんか何ですか、見劣りしないぐらいの、なんか出来場に見えたんですよ。うん、なんかもうブーツの靴と全然対等にできるぐらいの、うん、まあ、かっこよさというか、はいはい、ちょっと感じましたね。はい、まあ、スニーカーといえばスニーカーなんですけど。なんかね、写真でね、はい、履いてる着用画像の中で、はい、
シューレースを黒に左右、黒と赤、ありましたね、別々にしてるやつがあって、はい、こういう方もあるんだなって感じで。ありましたね。はい、でもなんか黒の系より赤の方がかっこよく見えましたけど、ね。あ、僕もちょっとそうですね。赤よりかな。はい、うん。ですよね、この靴。はい。まあ、これもね、奇跡的にもし変えた方いたらコメント欄にまた書いてほしいな、ね、こちらの方なんですけど、はい、スニーカーズの方に来るんじゃないかっていう話がありますので、あ、そうなんですね、はい、もしかしたら日本で買えるかもしれないですね、うん、ですね、はい、ちょっと7日と8日以前も言ったんですけど、はい、暑いですよね、暑いですね、はい、はいはい、次なんですけども、はい、これが2月の12日ということで、はい、ですね、ビギニングパックですね、はい、そうですね、これはリーク情報で、はい、最新の情報だと2月の12日じゃないかという情報出てきていたので、はい、一旦12日とというふうにさせてもらいましたね、はい、まあ、他の日付もなんか候補としては出てるんですけど、 ありましたね、一応14日か15みたいなっていう話もあると、まあどちらにしても近いっていう話、ね、まあ、近いというところですね、はい、まあこれも2足パックで、そうですね、350ドルですかね、はい、これ去年にリークでね、リークというか藤原博さんが上げてるインスタグラムの投稿を見たときに、もう欲しくてしゃあないなって言ってましたよね。なんか箱ええやんってまだ、ね、そうですよね、開いた時のね、はい、年代入ってるっていうのもね、そうなんですよ、まあ、この前半戦に限らずなんですけど、はい、特別な靴がかなり2月に出るんで、そうなんですよね、ね、なんかちゃんと1年で振り上げてくれたらいいのになってるんですけど、そうそうそう、毎月楽しめる、なんかすごいですよね、本当もう宝物になりそうなものがいっぱい詰まってる感じですよね、はあ、こちらの方がまあ350ドルで、オフィシャルの画像を見る限りでは、はい、nike.com がスニーカーの方に来そうな感じがするので、あ、そうなんですね、はい、こちらのパックに関してなんですけど、はい、ストック数が、ね、出てきてないんですよね、あ、どれぐらいの数があるのかっていうのがちょっとまだ分かんないんで、まあ少ないでしょうね、でもね、そうですね、まあ直前にまたその辺の情報が分かれば、そう、こちらの動画の方で必ずやりたいと思いますので、はい、これ現段階で国内販売って分かってるんですか？いや、まだ出てないんですよね、あ、はい、で一応 nike.com に発売するのっていうのと、藤井博さんがまあ日本人っていうこともあって、日本で売る可能性あると思うんですけどね。ああ。どうですかね。どうでしょうね。はい、まあまあ、このあたりも、情報がね、そうですね、明らかになってきたタイミングなので、こちらで絶対に、はい、まあ僕らまず欲しいですから。そうですね。オンラインで来たら絶対に挑戦すると思うので。はい、動画の方でお知らせしていきますので、気になる方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。はい。今回の、はい、最後にはなっちゃうんですけども、ね、2月の13日と、はい、いうことで、ですね、エアジョーダンはウィメンズになるんですけども、はい、UNC2 シカゴですね。で、1のシカゴと UNC カラーをこう、ドッキングさせたようなパターンなんですけども、ね、これ去年の夏ぐらいからリークいっぱい出てましたね。そうですね。はい。やっと発売が来たなっていう感じがするんですけど。そうそうそう、ただまあ、ウィメンズということで、多分国内で僕の足の大きさのを買うのは多分難しいんじゃないかなと思うので、まあもし海外の方で僕の足のサイズの合うものが出てたら、はい、まあそっち狙っていこうかなっていう。こちらの海外の方では、はい、ウィメンズ展開なんですけど、はい、大きいサイズがありそうなので、はいはい、まあ実際その、何ですか、リーグで見たんで、はい、まあもしかしたらね、フィアレスのサイズも多分あって買えるかもしれないと思いますね。はい、まあこちらの方もしね、買える場所とかあったらそれもまたお伝えしていきたいと思います。そうですね。僕は国内の方のスニーカーでもしこれが来まして、はい、メンズのサイズに換算して、はい、合いそうだったら、狙おうかなと思って。ああ、そうなんですね、はい。かっこいいじゃないですか、これ。いいですね。はい。で、まあ今回UNC2 シカゴで、前半戦終わるわけなんですけど、はい、まあこれを見ておられる方でですね、はい、オフホワイトとエアジョーダン5のカレンダー見えへんのかっていう、思われるかもしれないんですけど、ああ、そうです。まあ、こちらの方はですね、一応15日に出るということで、はい、オールスターゲーム中の、僕らが考えている特別編、はい、カレンダーの特別編の方で、ちょっとやろうかなと思っているので、はいはい、今回ちょっと外したっていうことなんですけど、ね、はい、まあ、そちらの方でね、必ず紹介はしていきますので、はい、気になる方は、はい。特別編やる頃には、かなり情報が出てきてると思うんで。そうですね。まあ、買える場所だったりとかね。そうですね。はい、場合によっては、ストック数なんかも分かっていることもありますしね。ね、はい。動画の方は、はい、まあ、上旬が過ぎたあたりぐらいに。そうですね。はい、準備していこうかな、はい、ちょっと遅れるかもしれないですけど。はい。まあ、必ずやりますので、楽しみにしておいてくれたらなと思います。はい、あと、堺の LD ワッフルの新色あるじゃないですか。はいはい、はい。2月っていう風になってるんですけど、はい、まだその前半に出るのかどうかっていうのはちょっとわかんないんで。まだ決まってないですね。はい。まあ、その辺もまだわかれば。そうですね。こちらで終われると思ってるんですけど。はい、まあ、日付決まって後半であれば後半戦の方に入れますしね。そうですね。はい。はい、まあその他も2月結構ね、噂ではいろいろあったので、はい、2月、まあ予告編としてはですね、はい、2月の後半戦はですね、2月29日、トラビス・スコットと、あ、そうですね、はい、ナイキ SB ダンクとも出るので、はいはい、
まず、まあ、あの、1日、はい、今、私はちょっとレイガンをちょっと。あ、結構前から言ってましたからね。はい。まあ、チャレンジしようかなと思ってますので、はい、あの、まあ、皆さんも、はい、あの、今月前半戦とかで気になっているスニーカーあれば、あ、そうですね、コメント欄の方に書いていただけたらなと思います。ぜひお願いします。はい。よろしくお願いします。はい、あのレガー含めて変えたかどうかとか、そうですね。まああの次回のそのオールスター戦の中の、はい、あの特別編も、そうですね。はい、あの、はい、気になる方はあのチャンネル登録のよろしくお願いいたします。高評価お願いします。はい、それでは本日は以上になります。ヒアレスでした。ハイヌリスでした。さよなら。I'm sorry, but it's evident. You're on your phone 24/7. No reply when I text at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly, right now, I don't really see no love in here. But I saw something in you, something in us. But I can't see a future without the trust. So I'm reminiscing visions I had.